はい、今日は外が激寒です。激寒ですから当然お昼近くまでダラダラドラマ見ながら寝てましたよ。そんなことできるうちってすごいね。今日は寒いから病院に行くのもやめました。そしてうちで腹減ったと思いながらもドラマ2本見ましたよ。なんてうちでしょう。その前からだよ。まあなんてことでしょう。お昼ご飯を食べなきゃ。貧乏でも幸せなうちってこんな感じかな。ケン君。でもこれから現実が迫ってきますよ。頑張らねば。はい、おわ。はいはいはい。ご飯食べて現実を始めましょう。スタート。ハッピーバースデートゥジャーン。はい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 。キャー、立派なことに頼む。キャー、ジャン君びっくりして。はい、ジャン君、お気に入りで使っているやつのなんか形が違うやつだね。はい、お誕生日に大きい爪とぎいただきました。まだこっち十分使えると思ってやってますけれども、うん、新しいのをいただいちゃいました。ありがとうございます。しかもこのおしゃれ感ね。ここね、はい、ポンちゃん、ポンちゃんは必ず見に来ますね。ジャン君のプレゼント、最初はポンちゃんが使います。絶対です、絶対なんです。いいね、ポンちゃん。あ、裏返しから逆さまだったね。あ、そうだな。こっちに、ここにこうね、逆さま、ロゴが逆さまになってる。どっちも使えるから、こっちがボロボロになったら向こうを最終的に使うときに整体させるってことだね。あっちもそうなんだよね。はい、いいね、ポンちゃん。ポンちゃん、いいね、なんか乗り心地良さそうだね。ジャン君、ジャン君、よかったね。お誕生日にもらったものをポンちゃんに使ってもらえてよかったね。だってポンちゃんが使った後にジャン君ね、安心して使うんだもんね。そうね、ポンちゃんの匂いがついてないと使えないもんね。ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございます。すっかりポンちゃんがくつろいでおります。ジャン君、ジャン君が気になって見に来ましたが、上にポンちゃん乗っています。気になっていますが、ポンちゃん乗っています。気になって、あ、ポンちゃん、ポンちゃん、私が研ぐって、もう一回爪を研いでおります。ポンちゃん、使い方教えてあげてんだよね。ポンちゃん、ジャン君は、ポンちゃん、ジャン君もやりたいみたいだけど、ジャン君はどうですか。僕のじゃないのかなっていう顔しています。はい、順番待ちです、ね、ジャン君、あと2時間ぐらい待ってください、そこでね、はい、ポンちゃん。はい、ジャン君を、ポンちゃん、ジャン君をマオイママさんが乗せてみたところ、向こうへ行ってしまいました。ポンちゃんが乗いたから、やっぱね、自分からじゃないとね。だって気づいてなかったからさ、ジャン君、ポンちゃんが乗いたとこ、ジャン君、ジャン君は時間かかるのよね、完全に納得がいかないとね。いや、でももう乗りたそうだったんだもん。うん、まあ、そのうちあのカメラは間に合わないと思いますけど、あ、乗ってたってなると思いますけど、
そしてポンちゃん、私のは続いています、うん、でここですか。ジャン君は空き箱に入りました。空き箱よかったね。よかったね、ジャン君。大きい空き箱、大きいダンボール箱、いいね。さて、よく寝ているポンちゃん、ジャン君、今日はですね、電気が不足しているんですってよ、ということで、まあ原因は、この間の地震ですね、あれのせいで、発電所がちょっと一個できてないっていうことかな。なので、夜の20時をめどにですね、停電になっちゃうかもしれないと、300万世帯、ということなので、このヒーターを半分だけつけて、500ワット分をつけて今日はやり過ごしています。テレビも中止しています。大好きなテレビが今お休み中です。ただちょっと仕事のねための、コンピューターだけはつけさせていただいて、今ちょうど仕事一つ終えて、あとはジャン君の、動画の編集も今終えて、たとこですね、あと説明文とかを入れて終わるとこでしょうか。これもみんな終わっちゃったら一回切ってもいいんだけどね。ということで、23区が、雪になるっていう、雪降っているっていう話なので、ますます危ういということです。ということで、うちでは静かに暮らしています。お休みって言いながら起こしてるけど、今日の停電は解消したよという、ニュースが出ていますので、はい、皆さんもご苦労様でした。まあでも夜寝るときに、エアコンはついた状態で、君たちも寒くなく、今晩だけはね、冷え込むということなので、しましょうかね。明日の朝また寒いと思うけど、はい、ジャン君は腕枕すればいいよね。ね、はい、はい、はい。あったかくなればね、そんなに電気も使わないし、いけるんじゃないかな。